はい、こんにちは、伊藤のびろです。今日はですね、こちらを紹介します。じゃじゃーん。OS1。これ知ってますか？もうね、まあ、もう皆様はね、ご存知だと思うんですけど、僕はですね、去年ね、100キロマラソンした後にね、脱水症状でぶっ倒れて、で、その時に病院でね、教えてもらったんですけど、この OS1 ってやつはね、なんか病院でも結構出るやつで、コンビニに置いてあったらいいんですけど、基本が薬局にしかなくて、ただなんかね、すっごいなんか、いいみたい。何がいいのかわかんないです。なんかポカリよりもいいみたいです。蛍光補水液とかって言ってね、なんかすっげえその体に浸透するらしい。じゃあ飲んでみましょう。実際最初にね、しょっぱさが来るかな。最初にしょっぱさが来ます。うん、なんか塩分が強いかも。まあでもなんかいいみたいで、僕は今ですね、減量中で、2日ゼリーとプロテインしか食べてないんですよ。でね、ちょっともうヘロヘロになってきて、で、僕はね、一回脱水症状を経験してからというもの、なんかね、この無理な減量をしたこの、ね、脱水症状に近い状態まで行くと胸がね、結構つるような状態になるんですよ。で、今も若干ね、たまに笑ったりするとピキピキってね、胸がくるんですよ。で、そういう時にこれを飲めばね、ちょっとでもその脱水症状のね、症状を緩和できるんじゃないかなと思って、ね、飲んでます。で、結構その外じゃなくてね、室内とかで脱水症状になる人ってのも多いみたいなのでね、油断せずにこういうのとか取ってね、あの水分補給して健康に元気にね、起きましょうね。こんな感じでした。今日はよく僕はですね、まあ、よくというかもうほぼほぼ毎日ツイッターで今日も元気に行ってみようっていうこと言ってるんですけど、あれはね、なんか元気にしようと思って、なんか自分自身を元気にしようと思ってね、言ってるんですよ。だからね、今日もじゃあちょっと、じゃあ今日も行きましょうか。今日も元気に行ってみよう。またねー。